龍馬ハネムーンウォークは幕末の1866年に坂本龍馬と妻のお龍が日本で最初とされる新婚旅行で訪れた地、霧島を歩くイベントです。16日の今回は湯煙立ち上る霧島温泉郷などをめぐる 9.2 キロと霧島親水峡など自然を満喫できる 16.4 キロの2つのコースに県内外から合わせておよそ1000人が参加しました。コースでは地域の人たちによる手作りお菓子の振る舞いなどもあり、参加した人たちが味わっていました。毎年1年に3回ぐらい歩いていますね。湯煙の匂いとあれやっぱ独特ですよね。元気をもらいます。ありがたいです。参加者は春の霧島の景色を楽しみながらそれぞれのペースで歩いていました。